ネイサン・ヘールは、アメリカ海軍の原子力潜水艦、ラファイエット級原子力潜水艦の6番艦、艦名は独立戦争の英雄ネイサン・ヘールにちなむ。ネイサン・ヘールの建造は1961年2月3日に、コネチカット州クロトンの、ジェネラルダイナミクス、エレクトリックボート社に発注され、1962年10月2日に、寄港した。 1963年1月12日に、ジョージ・ウィーラン・アンダーソン・ジュニア提督の夫人によって、浸水し、1963年11月23日に、収益したが、前日に、ケネディ大統領が暗殺されたため収益式典は、縮小して行われた。ネイサン・ヘールは1964年5月21日に、任務に就く。サウスカロライナ州チャールストーンを母校に指定され、 大西洋艦隊に所属し戦略抑止紹介を行った。1970年代はポラリスミサイルを装備していたがポセイドンミサイルを運用できるよう改修が行われた。1986年4月までにネイサン・ヘールは大西洋で69回の戦略抑止紹介を完了した。第二次戦略兵器制限交渉に基づき、 レーガン大統領はネイサン・ヘールの不活性化を決定した。ネイサン・ヘールは1986年11月3日に退役し、1987年1月31日に除籍された。その後はワシントン州ブレマートンで原子力艦再利用プログラムに従って1991年10月2日に解体が始められ、 作業は1994年4月5日に完了した。ありがとうございます。